1522年のロドス包囲戦は、オスマン帝国が西洋ハネキ師団をロドス島から完全に駆逐した戦い。この結果オスマン帝国は東地中海での発見を確立し、西洋ハネキ師団はシチリア島に撤退、後にマルタ島へ移ってオスマン帝国に抵抗し続けた。1291年にパレスチナにおける十字軍最後の拠点アッコが陥落した後、 西洋羽ネ騎士団は14世紀初頭にビザンツ帝国領のロドストを占領した。この島はエーゲ海攻易の要衝であり、騎士団はイスラーム諸国相手に活発な海賊活動を行って東地中海を支配した。オスマン帝国はメフメト2世の時代の1480年に最初のロドスト攻撃を行ったが、これは失敗に終わっていた。 アナトリアからレバントへ勢力を広げようとするオスマン帝国にとってロドス島の西洋羽根騎士団は避けようがない障害となっていた。西洋羽根騎士団は十字軍の時代から要塞構築とその防衛を基本戦略としてきたが1480年の戦争以降大砲の河川と連携を重視する新技術である星型要塞の理論を積極的に取り入れ、 従来のロドス島の城塞に数々の改良を施していた。陸図体での攻撃が最も激しくなると予想される方面では、空堀の広さを倍にし、従来の傾斜防壁を多くの大角歩に置き換え、ほとんどの塔の周囲に掘るよも設け、また掘りの中で敵に盾車を仕掛けるカポニールを作った。城門の数は減らされ、旧式の強壁は、 攻撃を想定して傾斜したものに変えられた。この工事には多くの石膏や労働者が動員されたが、特に騎士団に捕らえられ、奴隷にされたムスリムは最も厳しい重労働を強いられた。1521年、フィリップ・ビリエド・リラダンが聖ヨを跳ね騎士団の総長に選出された。オスマン帝国の進行が迫る中、リラダンは要塞の増築を進める一方で、 ヨーロッパに散らばっている騎士団員をロドス島に集め防衛体制を固めた。しかし、ベネツィアがクレタ島から派遣した援軍を除き、ヨーロッパ諸国は聖ヨハネ騎士団に一切支援を行わなかった。また聖ヨハネ騎士団内でもラングウェイ,イングランドからの参戦者はジョン・ローソン一人であった。ロドスの街は二重もしくは三重の石壁と いくつかの大きな捕類で防衛されており、それぞれの捕類は1301年に定められた。割り当て通りに、各ラングエが担当した。最終的に防衛に参加した騎士の出身国は、スペイン、フランス、ドイツ、イタリア、イングランド、ポルトガルだった。港は、西洋羽根騎士団の船を収容した後、オスマン海軍の侵入を防ぐため巨大な防砂で、封鎖された。 最も激しい戦闘が行われたイングランド砦。で、左手に大角砲があり、さらにその奥に中壁がある。空堀を挟んだ右側は敵に背を向けて降りさせるための強壁である。また溝の中の敵には聖ヨハネ島から盾車がかけられた。現在でも溝の中には石の砲丸が残っている。聖ニコラス島の大砲。ラテン語で、 トゥリス・エス・ニコライ・プロディフェッサー、聖・ニコラス等の防衛のため、と記されている。合計、23.0センチメートル方針長、255センチメートル、重量、1427キログラム。戦後オスマン帝国が接収し、1862年に、スルタのアブディル・アズイズから、フランスのナポレオン三世に送られた。1522年6月26日。 ちょムスタファ・バシャ率いる400隻のオスマン軍がロドス島に到達した。さらに7月28日、スレーマン一世が10万の兵と共に上陸し、自ら指揮を取った。オスマン海軍は港湾を封鎖し、上陸した陸軍は大砲で市街を砲撃しつつ、要塞への攻撃をほぼ毎日続けた。城壁に対する砲撃は、 かんばしい効果が出なかったため、城壁の元に向けてトンネルが掘り進められ、9月4日には2つの行動で火薬を爆発させ、イングランドトリデの防壁を11メートルにわたって崩落させた。直ちに不評がこの地点から強襲をかけ、イングランドトリデは一旦占領された。しかし騎士団は、早朝リラ団自らの指揮により、トリデの奪還に成功した。同日に、 オスマン軍は二度にわたり、同様の強襲を行ったが跳ね返され、イングランド軍団とドイツ軍団によって、城壁の崩落部は埋められた。9月24日、ムスタファ・パシャは、スペイントリデ、イングランドトリデ、プロバンストリデ、イタリアトリデに対する同時総攻撃を命じた。スペイントリデなどでは二度も占有者が変わる激戦となったが、攻めきれないと見たスレーマン一世は、 攻撃を停止させた。この攻撃失敗の咎により、スレーマン一世は、ムスタファ・パシャを処刑しようとしたが、他の重心の説得で司令官の解任に留めた。新たに指揮を取ることとなった、アフメト・パシャは、工場戦の専門家であり、彼のもとで、オスマン軍の戦略は、行動屈策からの城壁爆破と絶え間ない砲撃を主軸とするようになった。 中世ヘレニズム的な都市であるロドスの市街の排水許はオスマン軍の公兵にとって格好の目印となった。11月の終わりにオスマン軍は再び大規模な総攻撃をかけたが、これも要塞を完全制圧するには至らなかった。この時点で両陣営ともに疲弊が頂点に達していた。騎士団にはもはや無傷の者はおらず。 一方面に援軍を回すような余裕もなくなっていた。オスマン軍も戦闘や薬病による膨大な死者を出しており、士気が下がる一方だった。スレーマン一世はロドスの市民に対し、降伏すれば生命、安全、職を保障するという条件を提示した。これはオスマン帝国が出す降伏条件としては破格に緩いものであり、これを断れば、 死ぬか奴隷となる道しかなかった。市民の要求により、ついにジラ・ダンラ・騎士団も和平交渉の席に着くことを決断し、交渉のため12月11日から13日にかけて停戦が結ばれた。しかし市民が自分たちの安全をより強固に、保障するよう求めてきたことに腹を立てたスレーマン一世は、要塞への砲撃と教習の再開を命じた。12月17日、 スペイントリデが陥落した。もはやほとんどの城壁は崩れ、全要塞の陥落も時間の問題だった。12月20日、リラガンは市民の圧力により再度の停戦と交渉を申し出た。12月22日、ラテン市民とギリシア市民のそれぞれの代表がスレーマンの和平案を受け入れた。騎士団は12日以内にロドス島を退去するよう求められたが、 この細部器や宗教的な宝物、絵画を持ち出すことを認められるという極めて寛大なものだった。島民の内離島を望む者は、その自由と三年の猶予を与えられ、残留を望む者は、オスマン帝国の支配下に入っても五年の間納税を免除された。キリスト教の教会がお辱を受けたりモスクに改められたりすることもなかった。百二十三年一月一日。 最後に残っていた騎士が死骸を立った。彼らは騎士団旗をはためかせ、ドラムを鳴らし、軍装に身を固めて行進するという名誉の撤退ぶりであった。彼らは離島する住民数千人と共に50隻の船に乗り、ベネツィア領クレタ島へ退去した。ロドス島方位戦はオスマン帝国の勝利に終わった。東地中海の重要拠点を獲得したことで、 コンスタンティノープルとカイロの間で容易に連絡が取れるようになった。あとの1669年、オスマン帝国はベネツア領クレタ島征服の際にロドス島を拠点として大いに利用した。西洋派の騎士団はシチリア島などを転々とした後、神聖ローマ皇帝カール五世からマルタ島、ゴゾ島、北アフリカのトリポリを与えられた。 その後のロドス島奪回の試みは成功しなかったが、43年後のマルタ包囲戦ではオスマン帝国の撃退に成功した。ありがとうございます。